すみません、埼玉大学行ってみたいと思います。今日の勝負の全体像はこちら。今日皆さん最初の4問いきますからね。で、埼玉大学国公立大学でございますが、設問は次第型、つまりマーク式中心ですからね。あとは難問や難単語に対する対策、これにも言及しますので一緒に頑張りましょう。すみません、まず設問の指示の一読だけお願いいたします。さあ、第一段落でございます。では注釈3箇所ございますので、まずは全体度を掴んでいただくために一読だけお願いいたします。では皆さん、最初の問題でございます。河川部市場の問題なんですが、この周辺だけで答え出ますからね。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、まず河川部の真ん中に there、 これがおりますので、どこを指してのかなって考えてみると、皆さん直前ですよね。Humans、 複数形でございますのでバッチリですから、選択肢の中からまずは人間、それを言ってる選択肢選べばいけそうですね。で、選択肢の1番はもういきなりいけそう、 Human beings、 人間と書いてますよね。で、その正反対が選択肢の2番、ロボットの話はなし。で、選択肢の3番も他の生き物、書いてないですよね。で、選択肢4番も人間の話はなし。ただまあ100歩譲ってで、ゼアオウンと書いてますから、まあ、いけるんじゃないか。まあ、そう思った方でも、皆さん、ユニーク。その話が皆さん書いてませんよね。そして選択肢の5番は、無生物。これもなし。ですから、どうやら1番が良さげ。で、その選択肢の1番の前半、looking and acting。まあ、見た目とか行動の話でございますが、それがおそらく皆さん、イメージ。これ皆さん、集約されてるんでしょうね。ですから、やっぱり正解は1番ということで、よろしいかと思います。では皆さん、続いて第2段落でございます。まずは空欄 A、 選択肢こちらから検討をお願いします。すみません、これカムウニャウニャとなっておりますが、まずはダメそうなものというか、まず皆さんが知らなさそうなのが選択肢の3番じゃないでしょうか。カムフォワード、まあ、分かんなかったら保留にするしかないかと思いますが、カムフォワード、自動詞、提案するという意味でいいんですが、皆さん覚えなくていいですからね。で、それが分かってたとしても自動詞でございますので、空詞の右側、名詞がつながっております。ですから、自動詞の3番は×。で、同じく選択肢4番、between ときたら後ろは A&B。そういった観点から皆さん4番×ですね。で、他の選択肢を皆さん意味ご存知かと思います。まずは1番、come by。皆さん、come by、手に入れるでございますので、主語は人間が理想ですよね。ですが、主語は problems。もちろん問題がロボットを手に入れる。まあ、それは不可能ですよね。そういった点から×。で、選択肢の2番、come about。で、これ、生じるとか起こる。これも自動詞でございますので×。これは文法的にダメそうですね。そうなってくると5番、come with。まあ、直訳すると、こういうロボットと一緒にやってくる。つまり、問題にはロボットが付き物だ。ですから、意味的にも文法的にもバッチリ。よって正解は5番ということでよろしいかと思います。では皆さん、続きまして河川部2番、問いの17番でございますので検討をお願いします。皆さん、説明の指示ご注意くださいね。河川部とは言い換えられないものでございます。ですから、仮に河川部2番の意味が分かんなくっても、選択肢1番と5番、交換する、代わりとなるという意味ですね。ですから、おそらくそういう意味ではなかろうか。で、そうすると選択肢の4番、皆さん、 take over、 引き継ぐ、それは皆さんおそらくご存知ですね。ですから、何かを引き継ぐ。つまり、私の代わりにあなたがやってくれると。ですから、おそらく1、4、5は×。で、頭に残った2番、3番。代わりにやってくれる。そんな意味にならなさそうなのは2番ですよね。サイドバイサイド。まあ、一緒に並んでやってくれそう。つまり、我々と一緒にやるんでしょうね。ですから、代わりとなるという話にはならない。ですから、おそらく選択肢の3番が分かんなくっても、残りの1、4、5とほぼ同じ意味だろうと。そういうアプローチの仕方で、正解は2番ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いての段落でございます。注釈2箇所ついてますからね。ひとまず全体像を把握するために一読だけお願いいたします。さあ皆さん、河川部3番の選択肢、こちらから検討をお願いします。で、皆さん、選択肢の1番は書いていないので一旦保留。一方、選択肢の2番はですね、このあたりが、このあたり、該当しそうですね。で、この文章中を熟読するんですが、皆さん、inevitable。まあ、避けられないとは書いていないので、2番は×。で、選択肢の3番、4番も書いていないので、保留。
で、一方5番はこの辺りとこの辺り、これは書いてますよね。ですが選択肢前半の natural、 当然だ、もしくは disclose、 暴露する、そのあたりが皆さん書いていないので5番は×で、残った選択肢は1、3、4でございますが、皆さんこの第3段落で粘っても答え出ませんからね。ですから時間も限られていることですから、次の段落へ行きます。さあ皆さん次の段落前半でございます。皆さんこのあたり読めばいけますので検討をお願いします。で皆さん選択肢1番チャレンジでございますが、ここに該当しますよね。ですがそこを読んで皆さん better、もしくは文末 decision、 そのあたりがこのあたりに書いていないので×で、皆さん3番すっ飛ばして選択肢の4番、皆さんロボティックの話はここに書いてますよね。でもやっぱりそこを読んでもうにゃうにゃのように聞こえる、サウンドの話がここになしとなってくると、皆さん3番が良さげですね。で特に皆さん文末 discrepancy、 違いで、違いの話はここですよね。人間と機械との間の相違で、それを選択肢の3番の真ん中 ignore、 無視すると。ですからこういう相違がダメなんじゃないか、まあマイナスの評価を下してるんでしょうね。もしプラスであればわざわざ無視する必要性はなし。じゃあそういうマイナスの話はどれですかと言われたらこれですよね。皆さんチャレンジ、めちゃ挑戦するじゃないですからね。異議を唱える、そうです、わざわざ異議を唱えるんですから、このあたり、このあたりがダメなんじゃないか、そういう評価につながっておりますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。でちなみにこの文末の discrepancy、違いとか相違点でございますが、これちょっと知らないですという方のためにこの後解説をいたしますね。さあ皆さんお疲れ様でございました。明日以降につながるようにお話をいたしますね。皆さん特に問いの18番がですね、ちょっと難しかったんじゃないかって感じがいたします。ですのでタイトルはこういたしました。まあ、難問でも正解しないとなかなか合格しないですからね。でそこで求められているポイント、それをもう少し優しかった問いの15番から振り返ってみたいと思います。で、下線部1番、in their own 点点点でございますが、皆さんこの there、 これが指しているものは手前の複数名 humans で言ってることが同じだなと考えて選択肢眺めていただけますと、選択肢1番に human beings、 おお人間がいるぞ、ですから下線部1番の humans と言い換え可能ですから、皆さん1番が正解だと判断しましたよね。まあそれを無意識にやったかもしれませんが、結局我々がやらなくちゃいけないこと、もしくはやるべきことと言われたら、このニアリーイコール、これを皆さん実は我々探してるだけなんですね。つまり本文の一部と選択肢の一部を見て言い換えがどこにあるのか、つまり言い換えが成立しているのか、それを英語で試してるだけなんですね。でこれさえ忘れなければ、その18番のような難問でも実は対応ができます。で皆さん下線部3番 but whatever、 皆さんこれは一体どうやって訳すんだ、でも選択肢を見てもちょっといまいちという場合、そこに固執しても答えが出ないので、下線部の前後を落ち着いて眺める。まあもちろん選択肢と見比べるんですが、今回は下線部の次の文章中。まあここでございますが、人間と機械との間における違い。で、その違いという話と、皆さん選択肢の3番の一番最後の方に discrepancy。おお、違いがあるぞと思って3番を正解にした方もいらっしゃるかと思います。ですから間違えてしまった方もですね、結局はやっぱりニアリーイコール。言い換えを探すだけでございます。で、当たり前ですが皆さん、下線部そのものが難しくっても、必ずその前後にヒントが転がってますからね。ただその時皆さん、こういうちょっと難しいかなという単語が出た時にどうするのか。まあ今回 discrepancy、違いを知ってたら別に問題ないんですが、皆さんお持ちの単語集に載ってない可能性もございます。ただ、皆さん大学入試における皆さん何単語？で、それは実はですね、TOEIC に結構出てくる単語なんですね。ですから TOEIC の勉強もしてると discrepancy、おー知ってる知ってるという方もいらっしゃったはずでございます。ただ高校生で TOEIC やってますという方あんまりいらっしゃらないので、どうしたらいいものかということを皆さん2つ考えてみました。で1つ目はやっぱり TOEIC 専用の単語集、まあ聞く単990というのがあるんですが、このあたりをやってると、おおディスクプラス出てる出てる、一応出てるんですね。ただ皆さん先ほどもお伝えしたと、TOEIC の対策やんなくちゃいけないですかってなりそうなので、手っ取り早く皆さん対策ができるのは実は早稲田の過去問なんですね。実はそう、早稲田の過去問の中には TOEIC で出てくる単語、
それがわんさか出てくれてるんですね。でそこで皆さん演習して知らない単語があったら皆さんそれを逐一覚えていく。それがあまり皆さん負担がないんじゃないかなって感じがいたします。ただ国公立を目指してるか、早稲田やるんですか。まあ気持ちもよくわかるんですが、特にこれ埼玉大学ぐらいになってくるとですね、英語そんなに簡単ではないので、やっぱり早稲田で練習してた方が安心でございます。そうです、早稲田のレベルで、まあちょっと難しいんですけども、このレベルでやってると、お埼玉大学簡単だな。そうです、国公立の過去も上から見下ろせますからね。ですので毎日やりましょうねとは言いませんが、まあ1週間に1遍ぐらいは挟み込んでもいいんじゃないかな。まあそんな感じもいたします。で、早稲田がちょっとハードル高いですというのであれば、同志社大学でも構いません。ですので明日以降ちょっとこのあたりも参考になさっていただけると OK です。ということで頑張っていきましょう。